気に満ち溢れています。今回は学校の生物の授業では教えてくれない動物たちの世界を皆さんにお見せします。皆さんはサーカスで鳥が使われるのを見たことがあるかもしれません。よく訓練された鶏や鳩を見るのは面白いものです。もちろん動物の訓練にはとても長い時間がかかります。しかし鳥に催眠術をかけるのはそれほど難しいことではありません。信じられないですか？それでは見てみてください。鶏を持ち上げ、急に仰向けにして地面に寝かせてみてください。その体勢のままトサカを30秒ほどつまみます。反対の手にチョークを持ち、くちばしからまっすぐな線を空中に描きます。鶏は固まってしまって、いずれにせよその線を凝視するので幾何学的精度は必要ありません。その後手をゆっくり離します。鶏は催眠状態になります。これで鶏はあなたの思うがままです。頭や足を持ち上げたり、首を180度回転させると鶏はその姿勢から動きません。ただし首を180度以上は絶対に回してはいけません。催眠状態は1時間またはそれ以上続きます。鶏のすぐ近くで大きな音を立てるか軽くつけばトランス状態から覚醒します。さて、鶏はそれほど賢くなく、また危険のない動物です。しかしワニとなると話は別です。それでもワニをトランス状態にすることのできる人もいます。これははるかに複雑で危険な行為なので決して真似はしないでください。この恐ろしい肉食動物に催眠術をかけるには、まず口を固定する必要があります。そうでないと催眠をかける前のワニに噛みつかれてしまいます。口を固定したら慎重に素早くワニを仰向けにひっくり返します。ほとんどの場合ワニは抵抗するので、これも簡単ではありません。それでも仰向けに寝かすことができたら、ワニの動きは数秒のうちにピタリと止まってしまいます。もう口を自由にしても大丈夫です。ワニは目を開いたまま仰向けの姿勢から動きません。このトリックはこの手の動物をペットとして飼育する人がよく使います。心配しないでください。これはワニに何の危害も与えません。少しくすぐってやると何もなかったかのようにいつもの体勢に戻ります。人類は長い間生物を深い冷却状態に置き、将来再び解凍する技術の開発を夢見てきました。例えばアメリカのコミックヒーロー、キャプテンアメリカは70年間氷漬けにされた後に目を覚まし、悪者と戦い続けます。実際にはこんなことは不可能だと思われます。とはいえ同様の例は自然界に存在します。アラスカに住むアマガエルは凍ったような状態になることができ、温めると元に戻ります。このカエルは秋になると厳しい冬を生き延びるために体温を下げて凍結状態になり、春まで過ごします。しかもこのカエルの春の状態は、例えば一冬冷凍庫で保存したお肉よりもはるかによく見えます。アラスカ大学フェアバンクス校および同校付属の北極生物学研究所の研究者たちは、実験室内のカエルと自然生息地にいるカエルの双方に関する一連の実験を行いました。その結果によると、自然生息地のカエルの耐寒性はそれまで考えられていたよりもはるかに高いことが分かりました。アラスカに住むアマガエルはあらかじめ冷たい土壌と落ち葉の中で冬眠の場所を準備し、そこで6ヶ月以上も氷点下の、時にはマイナス20度まで下がる環境で生き続けるのです。通常生物の細胞が凍結すると時間の経過とともに乾燥から死んでしまうことが知られています。わかりやすく言うと、これを避けるためにこのカエルは細胞をグルコースで覆い、乾燥を防いでいるのです。
象の巨大な耳は完璧な聴覚器官だと思われがちですが、実は足からも音を聞いていることが分かりました。心配性な神様は、あの大きな耳だけでは十分に聞こえないと思ったのか、雄大な動物に足を通して音を感じる能力を与えました。スタンフォード大学の生物学者たちは、象が足を使って会話をすることを突き止めました。象の足にある特別な神経末梢は、仲間が発する様々な種類の振動を捉えることができます。ちなみに耳からも音は聞こえますが、あまり精度は良くないようです。2年間に及ぶ実験で、象たちは足の裏を返して意思疎通を行っているということでした。捕食動物が接近すると、アフリカゾウたちは足踏みをし、鳴き声を上げます。離れた場所にいる別のグループのゾウたちは、地面の揺れを感知して、この知らせを受け取ります。実際、鳴き声と足踏みの音は、20Hz の超低周波で共鳴します。これは、人間にはほとんど感じることができませんが、ゾウたちは地面の振動を足の裏で簡単に拾うことができるのです。遠くにいるゾウの群れが発する地面の振動は、足の裏にある圧力に敏感な神経末梢により感知されるのだと考えられています。厳密に言えば、ゾウが足から受ける感覚は完全に聴覚ではなく、むしろ一種の触覚だとも言えます。一般的に地球上のあらゆる生物のうち、様々な儀式を行うのは人間だけだと考えられています。残りの動物たちはそれほど十分な知性を持ち合わせていないからです。しかしカラスには人々が昔から恐怖と驚きを持って眺めてきた儀式があることが一部では知られています。これはカラスの葬式と呼ばれるものです。カラスが死ぬと他のカラスたちが飛んできて死体を囲み、大きな叫び声を発し始めます。すぐには終わりません。カラスたちは十分に叫び、死んだ仲間の周りを十分に歩き回ってからその場を離れます。この現象が何であるかは長い間謎とされてきました。カラスの葬儀に関する最も広範囲な研究の一つが、ワシントン大学の大学院生で生物学者であるケリー・スイフト氏とジョン・マルズラフ氏が率いるグループによって実施されました。2年間スイフト氏と助手たちはカラスの群れとカラスの死体を発見した時のカラスたちの行動を観察しました。カラスたちは単に同じ種の鳥が死んだということだけではなく、自分たちが前に知っていた仲間が死んだということを疑いの余地なく理解していました。スイフト氏はまたこんな実験も行いました。カラスたちに近寄り、優しく餌を与えました。その後、手に死んだカラスを持ち、ゴム製のマスクをかぶってカラスたちの前に現れました。その日はカラスたちはスイフト氏の餌を食べようとせず、鋭い鳴き声を上げ、彼女を警戒するように取り囲みました。翌日、スイフト氏は再びマスクをかぶってカラスたちに近づきました。死んだカラスは持っていませんでしたが、カラスたちはまだ餌に触れようとしませんでした。こうした結果から、カラスたちは自分自身や仲間に危険を及ぼすと考えられる場所やものを避けていることがわかります。しかも、さらに興味深いのは、6週間経った後でも実験に参加したカラスのほとんどが同様の行動を続けたことでした。皆さんはアリの世界では奴隷制がごく普通であることをご存知ですか？一部のアリは他のアリを労働者として利用しています。奴隷所有者のアリは近隣の巣を襲撃し、サナギを自分の巣に連れ去ります。このようなサナギを奴隷に育て上げ、さまざまな仕事に奴隷を使うのです。アマゾンアリはサムライアリとも呼ばれますが、6から8ミリメートルの比較的大きな暗いオレンジ色または褐色のアリです。他の奴隷アリとは異なり、このアリたちは徹底した奴隷主義です。進化の過程でこのアリたちの顎は生活や巣作りに便利な形を失ってしまっています。先の尖った2つの鎌のように湾曲した顎は戦闘には理想的ですが、狩りには全く適していません。ですから
全員が兵士であるアマゾンアリは、自分たちの巣や子孫の世話をする奴隷を所有する必要があるのです。アマゾンアリの顎はまともに咀嚼できず、自分で食事を取ることさえできません。手元に食料があっても、奴隷がいなくなるとアマゾンアリはすぐに飢え死にしてしまいます。アマゾンアリには労働者カーストが存在しないので、近隣種のアリの助けを借ります。自分たちは単に他のアリの巣を襲撃し、誘拐をし、すでにいる奴隷に新世代の奴隷を育てさせるのです。アマゾンアリを助けるのは主に山アリの仲間のアリたちです。まずアマゾンアリのスパイが手頃な種のアリの巣を見つけます。その後、自分の巣の仲間たちの元に急ぎ、攻撃に向けた軍隊を集めます。最初、アリたちは巣の入り口でランダムに走り回ります。もし皆さんがそばを通りかかったら、これに気づかないことはないでしょう。その後、軍隊は徐々に目当ての巣に向かって列をなして移動します。このような列は2メートル以上にもなり、幅は最大25センチメートルに達することもあります。帰りの凱旋の旅は、攻撃に向かう時よりもさらに壮観です。それぞれが鋭い顎に盗んだサナギを加えて列をなし、巣に向かって進行します。アマゾンアリは捕らえた他のアリたちに、皆同じ種のアリであるという考えを植え付けます。これには化学物質が使用され、結果として若いアリたちは自分が誘拐されてきたなんて疑うこともありません。つまり完璧な洗脳が行われるのです。今回のビデオはいかがでしたか？面白かったらいいねを押してください。次回に向けて新しいビデオを準備していますので、楽しみにしていてください。ではまたお会いしましょう。